이런와멘차기레이데스카메라말고는달라진게없는것같아요比べるとこんな感じかな。私のこの3年間一緒に頑張ってきたこの iPhone7 さんが昨日亡くなりましたので、はい、今日急いで iPhone11 を買ってきました。アップル丸の内店でシンプルに現金で一括払いで払いました。いきなり壊れると思ってなくて、携帯がで、バックアップ取ってなくて全部データ消えちゃって、連絡先もそうだし、銀行のアプリが一番めんどくさいかな。ちなみにですね、私こういう電子機器系は本当に詳しくなくて、これは普通の雑談になる可能性が非常に高い。早めに謝っときます、ごめんなさい。なんかインスタのコメントにギャラクシーにしたらどうですかっていうコメントが多かったんですけど、私実は動画をこの MacBook でしてるので、 AirDrop で全て共有してるので、 iPhone じゃないとちょっとそれが不便で、結局これを買ってきました。プロにしようかなちょっと若干迷ったんですけど、さすがにね、このね IH コンロみたいなカメラ3つはちょっと気持ち悪いなと思ってこれにしました。まあそれよりちょっと色があんまりね好きじゃなかったっていうのもあるんですけど、パープルめっちゃ綺麗です。これをネットで見た瞬間、あ、こいつ買わないとって思ってやっとゲットできました。車用で使ってるのがこの iPhone プラス8なんですけど、これと比べたら本当にこっちの方がサイドがあって、もうちょっと鮮やかな色がはっきりしてる。比べるとこんな感じかな。こうなんかね、こう光ってるのがめっちゃ綺麗。じゃあ開けてみますね。あ、カッターはいらないのか。あれ？色はめっちゃ綺麗です。中身はいつもこんな感じですね。まあ、性能とか機能とかはもっと専門的な YouTuber がいるので、そっちの方が役に立つんじゃないかなと思いながら電源を入れてみます。まずは言語と地域を設定して、こういうのは一旦パスして、はい、iPhone이항상그렇듯이뭐디자인은크게변한게없는데홈버튼이없어지고홈화면으로나가려면은이제얘를이렇게위로올려야되는거그리고카메라말고는달라진게없는것같아요그리고아이폰이그렇게나이트모드가좋다길래나이트모드로사진을한번찍어볼게요이게기본이고그리고나이트모드를하면와완전다르긴다르네요솔직히이카메라가조금마음에안들긴한데뭐이정도면은봐줄만한것같긴해요세개는아니잖아요적어도제가손이작은편이라가지고한손에들어오는크기는아닌데8플러스보다는작지만그냥8보다는조금큰사이즈저의아이폰변천사입니다사실중간에6도있었는데어디갔는지모르겠어요아이폰11이그렇게카메라가좋다고하니얘로셀카를한번찍어보겠습니다어뭐야자동으로멀어지네우와같은거리에서찍었는데훨씬넓게나오죠아이폰11이와되게신기하다저는솔직히근데게임하는것도아니고그러다보니까그렇게성능이사실필요없기는해요좋은성능이근데카메라가잘나와서좋긴하다색깔도예쁘고오늘 ASMR 요청이너무많아가지고한번해봤는데이게실제 ASMR 카메라가아니라그냥일반카메라를이렇게가까이서두고하는거라가지고생각했던것만큼이렇게잘나올지는모르겠는데네
처럼